青山種道青山種道大正6年12月23日は日本の医学者。専門は内科学。医学博士。1906年帝国学士院会員。君三刀髄法省。1916年君一刀髄法省。1917年12月14日。男爵女爵。江戸の麻布広の内義藩士も屋敷で藩士。 青山系通りの三男として生まれ、身の国な群内義にて育つ。幼名は、捨松、助松。1869年、平田信種の養子となり種道と改名するが、1871年に、養父の信種が亡くなったため青山系へ戻る。1882年東京帝国大学院学部、卒業後、同大病理学教室助手就任。 1883年にドイツに留学し、ベルリン大学でルドルフルートビヒカールフィル表に指示する。1887年に帰国後、東京帝国大学医科大学校内科学第一講座教授。1891年に医学博士。その後、東京帝国大医科大学校長、伝染病研究所所長等を歴任。明治大帝の G。 国内庁御用係を務める。1894年、イギリス領香港にて発生していた伝染病の調査のために、北里柴三郎らと共に現地へ派遣され、ペストであることを突き止めた。後治療及び調査研究に従事したが、青山自身もペストにかかり、生命の危機に陥っている。出発前に妻に生きて帰れないかもしれない胸を伝えてあった。また、 青山が感染したことを知った、樋口一葉は、知らぬ人にもあらぬ仲なれば、ことにいなりと述べている。1901年ガ研究会を設立し、回答を務める。1917年12月23日、食道ガの試し去。同日に政府により、特使で一級を昇進され、肖像くらいに除せられる。翌12月24日に、 医科大学病理学教室にて解剖に付された。葬儀は青山斎場にて神道により行われ、台東区谷中の谷中霊園に葬られた。東京大学薬学部東側に新海武太郎作の銅像がある。森鴎外とも親交があり、彼の親友である原田直次郎の治療や、1896年には、 森がその才能を高く評価した樋口一葉の診察も行っている。樋口の病気は当時は治療法がなかった肺結核であり、8月に青山は末期であるとの診断を下している。11月末に樋口一葉は死亡。核気は感染症であるという説を生涯主張し、森大外らを主流とした当時の日本医学界では定説となっていたが、 現在では否定されている。一方で、東京大学医科学研究所の前身である、伝染病研究所を東京帝国大学医学部に統合させることを推進し、伝染病研究所の創設者である北里柴三郎と激しく対立した。主な著作は以下の通り、ありがとうございます。